校内のプールではなく、スポーツジムなどを活用して水泳の授業を行う学校が増えています。ここは名古屋市中区のスポーツジム。私立正木小学校の児童たちは全員毎週金曜日、学校から徒歩5分のこのスポーツジムのプールで水泳の授業を受けています。めちゃくちゃ冷たいシャワー、6月ぐらいの下旬だったら地獄でした。雨とかでもできるし、外のプールだと寒い時あったけど中は暖かいから。屋外の学校のプールに比べ、暑さ寒さに左右されないスポーツジムのプールは快適です。子どもたちの評判もとてもいいと思います。おそらく校長は勝ち取って、あ、うちもやってほしいなって願っているところは。正木小学校では2019年から民間委託していますが、名古屋市内では現在6つの小学校が民間委託しています。その理由の一つはプールの老朽化などによる修繕費、維持費のコスト問題があるからです。このプールで怪我をした子どもたちは、手や足を底について移動するワニさん歩きをしていて擦り傷を負いました。ここは森山区の上志田小学校のプールです。去年6月、2年生から6年生までの児童63人がプールを利用した後に足の甲や膝、指先に擦り傷などを負ったことが分かりました。原因はモルタルを吹きつけた際にプールの底にできた細かい突起やざらつきでした。あれから1年が経ち、改めて上志田小学校を訪ねたところ、ざらつきがないようにきれいに塗装してもらいました。中と側面と、あとこの横の白いところもですね。プールを実際に歩いてみると、確かにツルツルで滑らかです。足をそこに強くこすりつけるとキュッキュッという音が鳴るほど滑らかです。名古屋市教育委員会は、同じようなざらつきが確認された22校のプールを塗装するなどしました。費用は合わせておよそ6800万円に。そして2019年度から2021年度の名古屋市の予算を平均すると、小中学校などのプールの塗装や故障したろ過器の修理などに年間およそ2億円が充てられてきました。すでに民間委託した市内6校の場合、スポーツジムを利用すると1校あたり年間およそ360万円の費用がかかりますが、仮に新たなプールを建設するとなると1億5000万円ほどが必要で、そこに維持管理にかかる費用が年間およそ280万円といいます。そのため民間委託した方がメリットがあるという声が多く上がっているのです。さらなるメリットは教員の負担軽減です。朝早く来て、その塩素の濃度がどうとか、プールの中あるゴミをなくすとか結構大変で。正木小学校の場合、民間委託する前は教員がプールに入れる薬品の濃度や水温を管理し、授業中も児童の安全確保に細心の注意を払う必要がありました。しかしスポーツジムのインストラクターの力を借りるようになってからは、より多くの目で児童の安全を確認でき、丁寧な指導ができるようになったといいます。泳ぎのレベルに合わせて3つのクラスに分けて細かく指導が行われています。その結果、上達しました。平泳ぎが得意になりました。クロールがちょっとだけ進めるようになりました。教えるの上手です。間違いなく泳力は格段に上がる率は高いです。これからどん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 その条件さえ整えば進めていくべきことなんじゃないかなという思います。マイナス面はほとんどない。変わりゆく夏の学校の風景、水しぶきの音が学校から消えてゆくのかもしれません。